にちは。こんにちは。ノマド的節約術の松本です。アシスタントの澤山です。よろしくお願いします。お願いします。前回2回、はい、楽天ポイントについてお話を伺えたんですけれども、はい、今回は実は僕これ完全に守備範囲外の D ポイント。D ポイント。はい。最近よく見ますね。そうなんですよ。なんか結構コンビニとか行っても、うん、ローソンとか僕ローソンでコーヒーよく買うんですけど、うん、D ポイント。なってますね、いろいろ。D ポイントがまあ何なのかって言ったらあれですけど、あのドコモさんのね、ドコモさんの D なんですけど、その D ポイントについてちょっともうほんま根本的になんかよく分かってないというか、まあ、どういうふうに貯めれるのか、まあ、僕がそもそもじゃあ貯めるべきなのかとか、はい、そういうところも含めて、そうですね、ちょっとポイントマスターの松本さんに、ね、はい、そういうポイントマスターに、はいはい、伺えたらなと思ってます、はい。まあ、D ポイントって意外とその使える店が増えてきてる、はい、まあ、貯まる店も増えてきてますね。はい、よく見ますね。なんでそこの店を使うかどうかがそもそも貯める価値あるかどうかの基準にはなりますけど ね、 ね、まあ、貯める方法としてはその D ポイントの加盟店、はい、で D ポイントカードっていうポイントカードあるんですけど、はい、それを提示したら、まあ、100円とか200円とか使うごとに1ポイント貯まるみたいな感じです、はい、ローソンとか、ローソンもそうですね、まあ、マクドナルドもそうですね。おお、マクドナルドの守備範囲広いですね。そうですね、楽天ポイントもいけるし、ドトールとか、はい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 、うん、高島屋とかもですね、百貨店、百貨店ね、まあ、松木用とか、うん、結構ありますね。最近ほんまに増えてきてるイメージが増えてますね、はい、なんかね、うん、1年前2年前とかやったらめちゃくちゃ見ますね、うん、ポイントのことを意識してるのもあるんですけど、うん、D ポイントのそのロゴ、はい、ポインコっていうキャラもいるんですけど、鳥のやつ、鳥の、はい、このやつですね。そう、あれを見る機会がやたら増えましたね、はい、うん、D ポイント使える店とかドコモショップに行ったら D ポイントカードもらえます、はい、なるほど、なるほど、うん、まあ、あとはあのクレジットカードの D カードも D ポイントカード代わりになってるんで、うん、ああ、そうか、だから楽天カードみたいな感じですね。そうですね、一緒のイメージですね。なるほど、はい、僕はそれで D ポイントカードにしてます、うん、D カード D カード、あ、クレジットカード、クレジットカードで結構その使える店増えてるから常に財布に入れてたりしますね、うん、最近その楽天市場的な感じで、はい、なんか D マーケットっていうのもなんかできてるんですよね。でその D マーケットでも買い物したら D ポイントが効率よく貯める。あ、そうですね、貯まりますね、はい、D ショッピングとか、うん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 、D デリバリーとか、あ、はい、ほんまに楽天と同じような一緒ですね、サービス D 展開していく、 D ファッションD トラベル、あ、全部 D を入れ替えればあれになるやつですね、あれにD グルメ、 D アニメストア、何でもありますそういう系のサービス使えばいくらでも D ポイントはたまります。なるほど、まあ、さっき D デリバリー使ってね、はい、ランチを、あ、そういえば楽しみ、ね、注文したんですけど、そうです、はい、あれ D デリバリーでしたね。そう、それも、うん、まあ、1ポイント 1% か、はい、あの税抜き100円ごとに1ポイント貯まる感じなんで貯めやすいですよね。そうですね、そこでもね、うん、あとそう、その D ポイントスーパー還元プログラムっていうのがあって、はい、これ使うと最大で 7% 貯まるっていう、お、うん、どっかで聞いたことあるよな、どっかで、そう楽天でもまあ似たようなやつがあるんですけどまあ、いわゆる楽天流 SPU みたいなのが、はい、どこも D ポイントでもあります。お、まあ、これは D 払いするか、はい、D カード使うか、うん、ID で支払うかすると対象になる感じです、はい、まあ、最大 7% なんで、あの楽天に比べるとそこまでではないですけど、うん、まあ、ヘビーユーザーの人であれば、はいはい、ポイント貯めやすいかなっていう感じです。今ポロッと D 払いって言い張りましたけど、 D 払いって何すか？ D 払いってあの PayPay みたいなバーコードの決済、 QR コードの決済があると思うんですけど、あれの D バージョン、あ、そうですね、ドコモのそういうバージョン、はいはい、D 払いっていうんですけど、あ、それでも D ポイント貯まりますね。あ、じゃあまたその D 払いのアプリ、あ、ありますあります、に、はい、D カードをくっつけといて、あ、そうです、それで支払うとポイントが
そうですね、 D ポイントが貯まる D 払いでも200円使うごとに1ポイント貯まるし、うん、まあ、結局カード紐付けるから、はい、まあ、D カードを紐付けといたら20ドルにできます、ね、同じように 1.5% 貯まることができます。 D 払いは結構使ってます、ね、うーん、キャンペーンが多いんで、はい、D 払いは、はい、まあ、これを今取ってる7月だと 20% 還元のキャンペーンあるから、はい、うん、あ、 D 払いすると D 払いでめちゃめちゃお得、はい、最近 D バレーばっかり使ってます。還元をもらいまくってます。そうですね。なるほど。D ポイント意外と貯めやすい。そうですね、感じはありますね。使えるとこも増えてるんで。でドコモユーザーしか使えないとかそういうわけではないんですよね。あ、そうなんですよ、ね、僕ドコモ使ってないですよ。ですよね。 LINE 言ってるけど LINE の、ね、LINE モバイル使ってます。僕ら LINE モバイルですもんね、はい、ドコモのアカウント、はい、D アカウントっていうのを作れば誰でも使えます。はい、でもドコモの回線を使ってる人やったらよりポイントは、より、そうですね、ドコモの支払いとか、はい、携帯代支払いとかでも D ポイントめっちゃ貯まるし、なるほどなるほどなるほど、はい、ドコモのユーザーやと Amazon でも使えるのかな、はい、D 払いが。ドコモのユーザーじゃないとダメなんですか。そこは、はい、D 払い使えないです。そうなんだ、はい、なるほど。だドコモユーザーの方が使える幅は広がります。うーん、でもそうじゃなくても割と使えます。僕も普通に D 払い使ってるし、はい、D カードも持ってるし、はい、ドコモ持ってないけど、うん、全然その辺のサービスは使えてるんで、うん、なんかドコモ使ってないと使えない、 D ポイント使えないんじゃないかっていうイメージあるかもしれないですけど、うん、そうですね、ちょっとありました。うん、実はそんなことなくて、うん、はい、誰でも作れます、うん、ただドコモユーザーだともっとうまみが、あ、そうですね、うまみが大きくなりますね。そう、さっきちょっとね、はい、調べてみたら、うん、Apple Store と iTunes のギフトカードをネットで購入することによっても、はい、D ポイントが貯まるみたいな情報があって、うん、それお得すぎですよ。そう、でもこれもドコモユーザーだけなんですよね。そうですね、ドコモちゃんと回線契約してる人じゃないとっていう。使いたいな。いや、これめちゃくちゃいいなと思ったらあ、ドコモの人だけなんやと思って。いや、なるほどね。そうですね、はい、そういうお得な、まあ、なんだろう、ドコモユーザーだけにお得なサービスがやっぱあったりするんですけど、はい、うん、別にまあドコモじゃなくても、ね、はい、OK、なるほど。あとはなんだろう、どうやって貯めればいいかな、まあ、ポイントサイトから交換するとか、あ、はい、結構いろいろ D ポイントに変えれるとこあったりするし、まあ有名とこやとポンタポイントから D ポイント変えたりとか、まあ、JAL のマイル全く使わないから D ポイント買えるとか、なるほど、ね、そういう貯め方もありますね、うんうん、どれくらいですか、松本さん的にそのポイントのランク的には D ポイントって今他のと比べてですか、はい、楽天とかとか割とちょっと上がってきてる感じあります、ね、やっぱり1位は楽天ポイントですか。今楽天ですかね、使いやすさ的にも、はい、D ポイントが、 D ポイントもうその次ぐらいかな。おお、結構有力株。結構有力な感じがします。他何があったっけ ？TT ポイント、ポンタとか。あ、ポンタ。なんかいろいろ。ワン楽天とか。はい。ラインもする。ラインポイントみたいなのもありますもんね。うん。D ポイントいいっすね。ああ、そう考えると D ポイント結構使いいいですね。良さげな感じ。はい。なるほど。なんか最近やっぱり使える店増えてる。対応してる店がすごい増えてる感じがやっぱあるんで。ちょっとここの 1,2 年くらいでまた伸びそうな、伸びてきてる、うん、伸びそうな感じはしますね。なるほど、はい、その点でやっぱりいいのかなっていう感じがしてます。わ、はい、かりました、はい、なんだかんだ D ポイント使ってますね。そうですね、よく Twitter とかでもね、はい、松尾さん、はい、今日はどこどこで D ポイント使いました、タワレコでも使いました、そうそうそうね、最近やりましたね。最近使うのにハマってます。ちょくちょく松尾さんのツイッターをフォローしておくと、松尾さんの最近どのポイントとかどのあれに興味があるのかみたいなのが見えるんで、ちょっとおすすめですね。はい、ありがとうございます。宣伝してもらって、はい、はい、そんな感じで今回の動画では D ポイントの貯め方について松尾さんにいろいろとお伺いしました。はい、で次回の動画ではやっぱり貯めたポイントをどうやって使うのかっていう、使わないと意味がないです、ね、やっぱそこなので、はい、D ポイントの、まあ、おすすめの使い道なんかをいろいろとまたお話し聞かせていただければと思っております。はい、はい、楽しみですね。はい、楽しみです、はい、まあ、こんな感じで今回 D ポイントの貯め方について紹介してきましたけど、この節約チャンネルでは節約とか貯金に役立つ情報を動画で紹介していきますので、
気に入っていただけたらチャンネル登録していただけると嬉しいです。見ていただきありがとうございました。ありがとうございました。